シャックです。マッツンです。今日のテーマはアイザイア・トーマスの復帰はありえるのか。おー、アイザイア。たのマネやね。アイザイアのモノマネ。ちゃうわ。そんなないわ。僕はアイザイア。ええねん、もう行くで。今日はですね、今復帰がいろいろ噂されてるアイザイア・トーマスについて、はい、その情報と、そしてね、どのチームだったら合うのかっていう考察もやっていきたいと思いますんで、ぜひ最後までご覧いただいて、高評価ボタン、ポチッと押していただいて、まだの方はチャンネル登録いただけると嬉しいです。嬉しいです。それでは、行きましょう。アイザイア・トーマスは、今シーズンね、ペリカンズと10日間契約を結んで、3試合で1試合平均 7.7 ポイント上げて復活も期待されてんけれども、残念ながら本契約を勝ち取ることはできなかった。これちょっと期待してたのにな。うん、これは期待してた。その後もワークアウトを続けてきて、先日、プロアマリーグで81ポイント取ったりと、意味不明だな。うん、SNS をすごい賑やかしてたね。ただ、その試合後、ボストンを放出されてからの4年間のことでね、自分自身もすごい感傷的になって、やっぱ涙を流した動画っていうのは、皆さんね、見られた方も多いはず。ただ、今、このアイザイアの活躍をきっかけに、各チームがね、興味を持ち始めて、今 NBA の4チームと話し合いをしてるっていうことは、自分もね、ちょうど先日語ってた。すごいや、まあ、さすがに81点取ったらな。うん、いや、そう思うと、やっぱ発信の力ってすごい大事よね。俺らも発信してたら、NBA から声がかかるかもしれん。はい、いつかそれを夢見て頑張ってます。そしてね、おととい、なんとアイザイア・トーマスが、レイカーズとちょうど今ワークアウトしてるっていう報道が出た。この報道は、ご存知の方も多いと思うねんけれども、今ワークアウトしてるのは、このアイザイアだけじゃなくて、他に、今シーズンまでネッツに在籍したマイク・ジェームズ、そして引退したけれどもまた復活してくるんじゃないかって言われてるダレン・コリソンの3人と今レイカーズがワークアウトしてるみたいで、1人残れんの？残れるのか分からんけれども、そもそもそう、今レイカーズはちょうどねバックアップポイントガードを探してるって言われてるから、その3人の中の1人が候補になるかもしれない。そして IT に関してはその他ちょうどレブロン、そしてラストもねトレーニングを一緒にしたみたいなことも報道されてて、もしかしたらこの IT がまたレイカーズに戻ってくるっていうことも今噂にはなってるよね。平均年齢を上げに、いや、まあちょうど30歳ぐらいやから、あ、間ちょうどアベレージが来る、アイダイア・トーマスになるけどええな、それ、いい感じで言いましたここまでが今アイザイアの言われてる情報なんやけれども、確かにねアイザイアの復帰は俺ら含めて NBA ファンの皆さんがねやっぱ望んでることやと思う。見たいよねんけれども、レイカーズに関しては個人的にはないかなと思ってる。なんでよ。いや、もう考えてみてくださいよまあ、レイカーズといえばね、今回完全にオフェンシブ型の選手を取ってしまってね。殴り合いよ。そう。で、まあ、ラスのね、やっぱディフェンスも懸念が残るっていうことがあるんで、圧倒的にもしバックアップポイントガードを取るんであれば、やっぱディフェンシブに特化した選手が欲しい。なるほどな。で、そこにアイザイアが来てしまうことで、皆さんどうなると思いますか？うん、殴り合いよ。もうまた殴り合いが増えてしまう。あざだらけよ。ほんまに。ネッツとの試合ほんま180点ぐらいいくんちゃうかっていう、ね。オールスターやね。しかもね、すでにロスターには、オンクやったり何だったり THC のガードがいるんで、取るんやったらやっぱりねその守備型の選手で取ってほしいし、でかつねやっぱレイカーズに来たとしてもどうしてもチャンスはほんと少なくなってしまうと思う。スポットになるね。うん、なのでそこをアイザイアが良しとするのかっていう話と、スポットで出てくるアイザイア1試合2分とか3分とかのアイザイアだったらちょっとあんま見たくないような気もする。お前な、シュート入り出す前に変えられそうやな。うん、最低でもやっぱ10分ぐらいはね、やっぱどうしても見てみたいから。なので、ここはね、レイカーズないとは思うねんけれども、今シーズンの補強を見る限り、何をやってくるか分からへんのが、我らレイカーズなんで。散々外してるからね。いや、ここがね、どうなってくるのかっていうのは注目やけれども、ペリンカさんには、ちょっとね、アイザイアに関しては待ってほしいと。本当に、こっからね、情報発信していきたいです。もうサインしてるかもしれんよ。やめて。素人 NBA。じゃあね、どこのチームだったらアイザイアがねよりフィットするのかっていうのをここからねいくつかチーム語っていこうと思うねんけれども、例えばインディアナペイサーズがどうでしょうか。動かないペイサーズに、同じレイカーズのユニフォーム黄色やからっていうのではないねんけども、色で選んだクソ GM すぎだろ感覚すぎるからペイサーズはね今スタメンポイントガードがマルコン・ブログドンがいんねんけども、実はバックアップポイントガードが今 TJ マッコンでるのみ空いてますやん。そうで、まあ他にはねやっぱサムナーとかもいるけれども、このバックアップの TJ マッコンでるってどっちかというと守備型の選手なんで、少しチームにオフェンスでやっぱ火力を増やしたいときに IT の起用は結構面白いのかなと思ってる。ペイサーズは全体的にディフェンスがすごいいいチームなんで、当然ねアイザイアのところはやっぱディフェンスであんなになるっていうことはあると思うねんけれども、ただねそこをブログドンとの併用でカバーしたりとか、今回のねルーキーのクリス・デュアルテとかもねやっぱディフェンシブな選手なんで、彼ら含めてこうカバーできるような体制ができたら、まあ、柔軟にアイザイアのオフェンスにねすごい磨きがかかってくるんじゃないかなと思うんで、ペイサーズはねちょっと狙ってみてほしい。
狙ってください。そして他にはゴールデンステートウォリアーズとかもどうでしょう。ここ、うん、でウォリアーズまで今ちょうどカリーのバックアップポイントガードって、まあ、クリス・シオーザ取ったけれどもセカンドユニットで得点できる選手が今ちょうどあんまりいない状態。チャンスや。そこにアイザヤ・トーマスが加わると。でね、アイザヤ・トーマスはウィザーズに在籍した時は、まあ、3ポイント大体1試合 41.3% ぐらい決めてたんで。意外と入ってんのよ。外してるイメージ多いけど、まあ打つ本数が多かったから、ね。アイザイアは持ったらとりあえず打つことをやめなさい。パシュパシュすぐ打っちゃうから。シューティングじゃないからね。隙あればすぐ打っちゃうから。やめなさい。流れの中で、ね、いいセレクションで打ってくれて41杯ぐらい決めてくれるんだったら、ね、ここはね全然ありなんちゃうかなと思います。それ覚えてほしい、ね、そうは言ってもガードにはねジョーダンプールこれからね伸びしろがある若手がいるから、ちょっと彼とねどうしてもスコアリング型のガードなんで役割被ってしまうっていうことはあんねんけれども、ただねセカンドユニット例えばこのプールと IT で固めながらウィングでクミンがムーディーとかでやっていくみたいなことはちょっと見てみたい。そしてやっぱディフェンスに関しては圧倒的ディフェンスの天才ドレイモンドがいるから彼が何とかしてくれんちゃうかってはちょっと思ってしまう。投げやりやなそこ。オリンピックでもさやっぱラビーンがさ例えばちょっとスイッチミスとかした時に自分でカバーしてたりとか早いからね、勝手にドレイモンドが戦術を度外視して自分のねその感覚と経験でねチームを救ってたみたいなことすごい多かったから、視野広いよ。ここのウォリアーズは大穴として結構面白いかなと思います。そして一つお知らせなんですけれども、先日ねチーム特集編でニックス回出したんですけれども、出しましたよ。無事皆さんからねいいね400以上いただきましたので、ありがとうございます。次回はこのウォリアーズ特集やっていきたいと思います。おお楽しみだね。はい、来週ぐらいには多分出せると思うんで、まだの方はねぜひチャンネル登録してお待ちください。お願いします。そしてダラスマーベリックス。おお、ここもちろんね IT が来たからってそのドンチッチを 100% サポートできるとは言わへんけれども、サポートはしなさそうやで。うん、2番手のね KP がちょっと今こういう状況なんで、こういう状況っていろんな動画でも話してきてたけれども、やっぱチームに不満があったりとかプレーオフでのパフォーマンスにねいろんな疑問の声が上がってるんで、ポイントシューターみたいなの言ってるからね。そう、どうしてもやっぱオフェンスで火力が足らない時間がすごい多かった。ドンチッチがひたすら攻めていくのをみんな見るだけみたいなのが多かった。ウォッチングルーカー、ウォッチングルーカーなのでその時に外からもね攻撃できるアイザイがいることで多少ねルカの負担を減らしていけるんじゃないかっていうのは思う。ただダラスはね全体的にディフェンスがそこまでいいチームじゃないので、まあよりね殴った殴られるみたいな感じになると思うねんけれども、今回ダラスに関しては前回もねなぜ動かないの回でも語ったけれども、まあジェイソン・キッドが監督になったっていうところで彼もねもともとポイントガード、そうよ、なのでうまくねそのアイザイを使ってくれたら結構面白いかなとは思ってる。見てておもろやろね。ダラス行きの ID はねぜひ見てみたい。そして最後はやっぱりボストン・セルティクス。デモ通り、ここはね見たい。そしてこれもう願い入ってます。ファンも望んでんちゃうかな。いや望んでる。これはしかもねちょっと言い方悪いけれども、 IT を追い出した当時の GM ダニー・エインジはもういないし、いないよ。そして IT を買ってたし IT の使い方をよく分かってるブラッド・スティーブンスが今回ね GM に就任したんで、チャンスや。そう、タイミングとしては今がまさにチャンス。しかも今回ヘッドコーチに就任したねヘッドコーチのユドゥーカさんももともとね超オフェンシブ重視のあのネッツでねアシスタントコーチをしてたんで、おうまく IT を使えそうな雰囲気ある。めちゃめちゃええやんじゃん、うん、ちょうどねボストン・セルティクスに関してはスコアリングガードのデニス・シュルーダーをね入ったね取ってしまったりとか、お得やったよ。サマーリーグでね大活躍したペイトン・プリチャーズなどがいるので、特にねシュルーダーが入ってきたことで可能性は低くなってしまってんけれども、 IT が5年ぶりにボストンに帰ってきたら俺らファン全員は湧くし、まあなこの4番売れるで。いや売れる売れる売れる、ほんまにちょっと涙ちょちょ切れるぐらいもなると思う。素人 NBA。ここまで IT 合いそうなチームいくつか今日は語ってきてんけれども、はい、正直 IT に関しては契約金額も多分ミニマムぐらいの金額でいけるはずなんで、安いよ。そんなにね各球団考えすぎなくていいと思うね。とりあえず空いてたら取れと。そう、とりあえず取ってみるっていうことをぜひね30球団やっていただきたい。全部すげえ人気になるけどね。おい、えぐいと。あ、ちなみにレイカーズ以外ね。いや入れとけや。実際にカーメル・アンソニーの例がすごいいい例で、あー確かにね。そう、カーメルだってもともとねもう NBA には戻ってこれへんって言われたところにブレイザーズにね入ったことによってもう一回キャリアが開いたし、まあレイカーズ行けたからな。そう、むしろブレイザーズでかなり働きをしてたよね。なのでカーメルのいい例があるんで、そんなにね各球団考えすぎずにこの IT をねやっぱ取ってほしい。絶対ね NBA30 チームあるからどこかは彼が戦力になるチームって間違いなくあるはずなんで。あれやろ81点取ってんねんで。そう、なので変な話やで、来シーズンレギュラーシーズンも30球団全部暗記してもいいから、とりあえずもうみんな3日ずつぐらいな。そう、もうみんな点で点で点でぐらいの感じでいいから、ちょっとね
それ回ってみてほしい。史上初じゃん、全チーム移籍した。史上初。あのトレバー・アリーザはトレードされた選手ナンバーワンやけれども、シーズン中移籍した選手ナンバーワンになるかもしれない。いいな、NBA っていうリーグにはいるっていうね。そう。けどいいやん、そこでさ、来シーズンはさ、変なら30チーム回って大変かもしれんけれども、そこで1チームでもローテーションとしてやれるっていうことがあって、再来年とかに本契約で2年20ミリオンとか。契約もらったらこれめちゃくちゃいい話だと思うね。いや、アイザイア的にはいいけど、うん、30チーム大変やから大変。あ、じゃあレイカーズ除外戦29チームうるさいわ、もう入れとけそこもここまででね、まあ、アイザイア・トーマスが来シーズンどこに行けばね合うかっていうのを語ってきました。皆さんはね、アイザイアどこに行けば輝くと思いますか？ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして最後におもこめ今日のおもこめは何？そうですね、前回やりましたヒート界からヒーロー界刈り上げ注意さん刈り上げすぎた、うん、カズンズ獲得してほしい顔面軍団で優勝顔面軍団カズンズ、タッカー、モリス、バトラーラウリー、ちょっとベビーフェイスやけどちょっと可愛いよ、一人だけ。まあ結構いかつい集団揃うよね。いかちいね。ありがとうございますなありがとうや。こんな感じで毎回いろんな面白いコメントを発表してますんで、今後もおもこめ書いていただけると嬉しいです。嬉しいです。高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。アイザイアに会いたいな。俺も81点取りたい。無理。